フレゼリクは、ダンマークは、デンマーク王フレゼリク5世の末息子で、クリスチャン7世王の異母弟、クリスチャン8世王の父親、同国の摂政宮。フレゼリク5世王と、その2番目の妃で、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル公フェルディナント・アルブレヒト2世の娘であるユリアーネ・マリーの間の一人息子として生まれた。3歳で、ホルシュタイン・ゴットルプ家のリューベック司教フレゼリク、アウグストの共同司教に除外され、ゆくゆくは次期司教となる予定だったが、デンマーク王室が王族男子を確保しておく必要から、デンマーク国外の司教領を継ぐことは中止された。1774年10月21日、メクレンブルクシュベリン公王クリスティアン・ルートヴィヒ2世の孫娘ゾフィー・フリーデリケと結婚した。異母兄のクリスチャン7世王が精神錯乱に陥り、さらに王妃キャロライン・マティルダとその愛人で独裁者のヨハン・フリードリヒ・ストルーエンセが1772年に失脚すると、わずか18歳のフレゼリクが摂政宮に任命された。しかし、フレゼリクによる統治は名ばかりで、国政の実権は母、ユリアーネ・マリーと大臣、オーベ・フーイコール・グルベアが握っていた。1784年に、甥のフレゼリク王太子がクーデターを起こすと、フレゼリクは摂政の地位を王太子に譲った。1805年に死去した。その後、1839年、フレゼリク6世が崩御した際、王には男子がなく、成人した2人の女子にも子がなかった。そこで、フレゼリクの長男であるクリスチャン8世が王位に就いた。妻との間に5人の子女を設けた。フレゼリクの子孫がオレンボー朝を経て、今日のリュクスボー朝につながっている。ありがとうございます。